はいどうも、前回の続きですね。エコプロダクツのその、4かな、そのぐらいです。企業だけじゃなくてですね、自治体もですね、エコ活動にはね、従事してございます。こちら僕ね、一回中学生の時に自由研究で書いたんですけど、岩手県の葛巻町というところの、ブースですね。東北、岩手の盛岡から少し北側に行ったところで、岩泉も近いところで、それから名産品はミルクとワイン、それからですね、風力発電、火力発電、水力発電と、たくさんのクリーンエネルギーを使った、町づくりをしている町として有名ですね。葛巻はね、こちらのブドウのワインとかですね、これは一番おいしいんですね。澄んだ空気っていうのもあるんでしょうかね。天然のですね、葛巻のお水を使ったね、おいしいものでございます。ありがとうございました。はい、で、でちなみに、こちらはですね、葛巻の草原のイメージですね。やっぱこの辺ですね、緑がいっぱい広がったところにですね、こちらですね、風力発電のところがあってですね、ここですね、まあ風力発電以外にもですね、木材のチップを使ったものもあります。バイオマス発電なんかもですね、あってですね、木材を使った発電もありますし、たくさんのエネルギーに変えてですね、太陽光発電もしてますよ、もちろん。それをですね、売電して、エコ活動に、従事をしているところでございます。東北電力さんにですね、今のところ売電していると聞いております。ではせっかくなんでね、チーズのワインをね、ちょっと試食していきたいと思います。さて今日出しているのはこちらですね、チーズも出してますね。早速ですね、試食していきたいと思います。ちなみにこのチーズ、職人の手でビヨンビヨンと伸ばしながらね、作ってるチーズだそうですね。私もちょっと食べたことあるのでね、ちょっとまたこの味を思い出したことはありますので、ちょっと召し上がってみたいと思います。かわいい、今の白みたいに甘口タイプですね。こちらチーズね、いただきましょう。ワインもあるんですけど、滑らかですね。葛巻町はもともとこの山ぶどうを柔らかい食感がしてとても美味しいですね。だからちょっと酸っぱさもちょっと見えてきたりとか、あとすっきりしてるところが美味しいですね。まあ糞尿を使ってですね、バイオマスで発電をしたりとか、はい、バイオマスですね、そういったエコに配慮したものづくりをしております。はい、すごいですね。このクリームチーズもとても美味しいですね。ワインもとても美味しいですよ、ね。これ山ぶどうを使ったクリームチーズなんですけど。お、これ山ぶどうなんですか。はい。いいです。これ山ぶどうですって。すごいでしょ。ちょっと食べてみますね。あ、ぶどうの味がほんのりしますね。美味しいですね。まるでぶどうのヨーグルトを食べてるような感じがしますね。そうですね。チーズケーキみたいだっていう人もいて。あ、なるほど。自分はヨーグルトでしたね。なるほど、甘みもありながら少し酸味もあって美味しいですね。なるほど。ちょっとワインもちょこっと召し上がってみたら、そのおすすめのものでしたら、このおすすめね、こちら山ぶどうを使った、お酒ですからね、ちょっといただいてみます。うん、酸味があって美味しいですね。渋くありながら、酸っぱいという感じ、私好きですね。この山ぶどうの食感美味しいですね。こういった意味が葛巻町ね、ちょっと遠いところもあるんですけどね、ぜひ自然がいっぱいのところなので、新幹線使ってね、ぜひ遊びに行ってみてください。ぜひですね、葛巻遊びに行ってみたいと思います。この動画はこの辺で終わりします。どうもありがとうございました。